こんばんは。あの、議会議員の小泉和馬でございます。今日も9時30分からの、9時34分からの、秋島遊園地配信問題についてのライブ配信、今から始まりでございます。ごめんなさいね。ちょっと今日遅刻してしまいました。今日はね、あの、家族と一緒に回転寿司行ってお寿司をつまんできまして、まあ、うちのね、家内と三男がね、 食うの遅いんですよ。こいつら二人がね、いつもね、30分ぐらい遅く食い終わるんですよね。で、俺と長男は、さっさと食い終わって、あれ、壊んねえかな、食い終わるのとかね、なんか、もうデザートなんか頼むなよとか、ブツブツ言いながら待ってるってそういう世界なんですけども、彼らが30分切り下げ、早く切り上げてきたら、私は今日は間に合ったということなんですけれどもね。<laughs> というわけで、今日も青木島遊園地、子供たちを守る。 ための配信続けていきたいと思いますで。画面共有させていただきますね。今日ね、本当にね、告知もね、遅れたしね、何人見てくださるのかっていうのは、ちょっと小泉さんは心配してますけれども。えっ、ー、とね。 今日小泉は立憲民主党の長野県連の政治塾、新州未来塾の終了式と交流会に出てまいりました。で、この新州未来塾っていうのは、まあ、なんていうんですかね、政治家の卵みたいな方々をね、集めて勉強会しましょうと、えー。頑張って立候補するじゃねえか、元気出して、勇気出してっていう、そういう勉強会だったのかな。で、小泉はね、これ実は、えー、っとね、もう、随分前です。11、2年前ですよね。小泉が初めて、 長野市議会議員に立候補する直前の新州未来塾、その時は何て言ったのかな政治塾って言ってたような気がします。その時は、えー、立憲民主党、国民民主党に分かれる前だったから民主党だったんですよね。長野県連一本だったんです。で、そこに行きまして、まあ、その時は倉田幹事長さんとかね、県議会議員の、それからいらっしゃいまして、やっぱりね、あの、 下條光先生とかもいらしていて、えー、そこで地球を得たということでございました。で、今回ね、小泉はね、参加してたんですけれども、なんかね、あんまりね、参加しないからお前には修了書やらないって言われまして、小泉は落第してしまいました。本当に皆さんすいません。<laughs> 不出来な議員でございまして。まあ、あの、青木島遊園地の問題でね、えーと、いろいろ私もバタバタしておりまして、 あれですよ、あの、これ住民監査請求も、結構ね、あれ、準備にね、時間かかったんですよ。皆さんごめんなさいね。というわけで、えー、様々な課題や選挙のノウハウ等を学んできました。で,ことで、これ、杉尾秀也先生のツイッター勝手に引用してる悪い議員でございます。小泉さん、この辺にいますね。で、えー、っと、まあ、この辺が偉い人たちとか言って、ざっくりな、 あの紹介ですいません。私の尊敬する、えー、篠原先生、篠原隆先生と、杉尾秀哉先生はこちらにいらっしゃいますね。その他の方々も、それなりに尊敬しています。<laughs> ということで。でね、水曜秀哉先生はね、本当にこの、青木島遊園地の問題のことでね、小泉は、あの、最初本当に、えっ、ー、と、これをね、メディアで、国民の皆さんに知らせられないだろうかって、ほら、 過去に TBS のキャストやってた過去があるから、そうやって、ちょっと相談したりもしまして、で、応援したりもしてくれてたんですけども、あの、小泉がね、いろいろと今やっちゃって、ご迷惑をかけちゃって、本当にすいませんでしたと、この場を借りて、またまたお詫びしたいと思います。まあょう先生からね、この件では随分行いました。本当に申し訳ないです。んで、 まあ、ツイッターの共有派やってきますけど、この藤井深さんっていう方がね、あの、どういう素性の方かよくわかんないんだけども、小泉のことをたまにね、つぶやいてくれるんですよね。で、無所属小泉一馬の金まで振ってくれて、議員が問題放き人物だろうがうるさいな。問題を放き人物とか言わないでくださいよ。問題はない <laughs> あんまり。青木島遊園地を児童館に通う1、2年生50名に取り戻す努力をしたことに変わりはなく、 はい、ありがとうございます。総点で日本共産党、長野市会議員団、滝沢慎一、竹内茂野村博美代表、安倍浩二、佐藤久美子、ごめんはメディアに登場せず、無意無策だったと言われても仕方がない。この人なんか共産党に厳しいですね。まあ、だけど、あの深井、深藤井深志さん、あの、1、2年生50名じゃなくて、登録メンバーは1、2年生 <laughs> 140人ぐらいいるらしいですから、 140人取り戻す努力をしているということで、もうちょっと評価していただきたいですね。なんかね、この方ね、住民活請求したっていうことについても、以前のツイッターで、ちょっと評価してくださってましたね。まあ、あの、ナウシー会議員団の野々村博美さんなんかは、あの、表に出ないけれども、あの、あれですよね、えー住、地元に特化したという、金沢洋司さんの会の、 顧問扱いされて、なんかいろいろアドバイスはしてるみたいですけども、うん、なんか聞くところによると、まあこれでね、なんだかの、うんなん、うんですか、行政の、 政策に改善があああれればそれは私たたちの勝利ででりり前進成果だみたいなことを演説ぶったらしいですけども <laughs> なんか、その身内でね、そうやってやってても、しょうがねえと思うんですけどね。やっぱり外に向けて発信、そして市役所に向けて働きかけをやっていく。それをメディアに訴えるっていう作業がやはり大事だと思います。あのね、メディアに登場せず無意無策だったっていうふうに見られちゃうんですよね。やってるんだと思うんですよ。 あの、いろいろ考えてね、考えてできないっていうのはその人たちの限界だから、それは能力の問題であってね、私は責めたりはしません。優しいですから。<laughs> めちゃくちゃ言ってますよね <laughs>。あの、だけどね、メディアに登場せずっていうのは、やっぱりそう見られちゃうんですよね。良くも悪くも。あの、一生懸命やっててもメディアに登場するにしなければ何もやってないのと一緒だっていうのは、本当に怖い世の中ですよ。だから、あの、そう言っちゃあれだけどもね、よ、 小泉はあのメディアに出よう出ようって常にこう書けています。それは青木島遊園地のことを皆さんに常に常に頭にね、インプットし続けるために必要だし、やはり世論を形成していくためにはメディアに働きかけて、メディアが市民に国民にきちんと情報を伝えてくれなければ世論も形成されないんですよ。だって何も知らなければ青木島遊園地について誰も何も考えられないし何も発言発信できないじゃないですか。 それが現実なんですよね。だから小泉がね、そうやってやってると、あいつは宣伝してるとか、青木島遊園地の子供を利用して自分がのし上がろうとしてるとかさ、言われるけども、いや別にそれ言われたって俺何も感じないからいいけどもさ。まあ普通の人はちょっとめげるよね。まあ俺は、ね、何言ってやなんで、妬みやがってみたいな風にしか思わないけれども、でもやっぱりね、メディアに発信していくってことは本当に大事ですと小泉さんは思います。 でね、あ、そか、今日、あれだね、そういう意味では、メディアに発信されたこともあったんだよね。ちょっと、後でそれ追加で入れなきゃいけないの忘れてたな。でね、えっ、ー、と、これは、っと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 、青木島児童センターを移転するんですが、行政の失敗を市民に押し付ける行為に反対ですというアルマさん ?599? という方のツイートなんですが、えー、っと、画面共有しなきゃいけないですよね。うんこれかな違う、こっちだ。あ、違う、これだ。これね。OS アルマ599さん。秋島児童センターを移転するんですが、行政の失敗、市民に押し付ける行為に反対です。ということなんですが、これは昨日のね、えー、昨日じゃない、おと,とといだったかな 中日新聞のスクープで、小木原市長の熟考をここまで具体的に書いたのは中日だけじゃないかなということで、隣臨時節の学童施設機能小学校移転案、示したと。実は示していたと。区長会に、えっと、1月じゃない、2月21日の時点ですでに区長会に市長が伝えていたと。また例によって秘密会談で伝えていたという、あの、 スクープですよね。このことを指しておっしゃってるんだと思います。で、青木島児童センターを移転するんですかっていうのを、この方はネガティブに捉えてますよね。あの、まあ、どうなんですかね。その青木島児童センターをどうやって学校の中に入れ込んでいくのかっていうのその辺のね、青写真もまだ見せてもらってないから、今の段階です。あの、 時期少々な論評をするつもりは、俺はないけれども。どやっぱりね、なんか市長が言うこと中途半端だったりするし、で、あの、今ね、この、こういう情報統制やったって無駄なんですよね。結局中日新聞が書いちゃうわけですよ。ねだから今の世の中、情報統制やって観光で敷いて丸ル秘文書で、 絶対喋るないよなんてやったって、情報漏れるんですよ。当たり前じゃないですか、こんだけ注目されてる事案なんだから。で、そういうね、あのー、中途半端な情報統制やって、市民の心配をね、ますます煽った結果が、このアルマ599さんの反対ですっていう、そういうネガティブな反応に出てきちゃってるんだと思うんですよね。これはね、やっぱり、行政としては反省すべきだと思いますよ。 オープンにやってたらこんな風にならなかったかもしれないし、あの市長が議会で言うこととね、それから区長会に言うことと使い分けていなければ、こんな風な反応はなかったかもしれないですよね。さてあの、これは倉野達人さん、倉ちゃんの <laughs> ブログなんですが、まあ、この方もね、あの、後から講演反対、 公園反対して遊園地、えー、廃止反対派に転んだ。同じじゃない,いあの、天候、同じか、えー。来てくれた人なんですけども、えー、これは2月22日のブログですね。小木原市長の言葉ということで、延々書いてました。こんな方のブログもね、長いんだよね。えー、でうん、市長が熟考したと。 で、近く私が考える解決策を示したいと議会で語ったということなんですよね。で、この方厳しく言ってるのは、究極的に音をめぐる問題の起点となっている施設、保育園児童センターの移転も視野に検討するということなのでしょうか。まあ、中日新聞はそういう書きぶりですよね。しかし、それでは長野市は苦情に屈して逃げたことになり、すなわちそれは、 長野市は大人の事情で子供の居場所を奪った共同生犯のレッテルを貼れる、られることにもつながることになりますと。いやー、厳しいですよね。道義的な面において決して理想の選択とは言えない。厳しいですよね。こういう厳しいことをおっしゃっている倉ラのタスト先輩。あの、正義感大したもんだと思います。まあ、だけどね、この移転することが廃止、 と、必ずしもセットではないだろうなと俺は思ってるんで、それは見ていきたいんですが、で、24日になるとこの方は、またね、違うニュアンスのことを言ってるんですよね。議論は議会の場へということで。議会の場に来るって言うと、ああ、やべえな、みたいな風に思ったんでしょうか。議会がどう扱うかっていうことですよね。 市長をどこかで褒めてたとこあったんだよなぁ。なかったかなぁ。<laughs> うんうんうん。荻原市長はこの案件についてまずは逃げずに地元に足を運んで住民の声を直に聞く行動を起こされた。 起こされたって使うのかなこのこと自体は高く評価したい。うーん、そう。その上で死は前傾の通り、素直に真面目にこの問題に向き合い行ったり来たりしながら悩みを深めておられる。うんで、そのことに対し真剣に子供を思う心ある市民の方々は、何も市長を追い込んでどうするつもりだうなどと爪腹を迫るつもりは毛頭ないことを聞いています。うーんこれがよく分かんないよね、何を今知ってるのかね。 あの、市長をね、そんなに追い詰めるなっていうことだとすれば、それは違うと思いますよ。あの、追い詰めた結果がね、市長の本意を迫った結果につながっているわけですよ。だから、署名運動をやってくださった方、8000名っていうね、すごく高いハードルを設定して、それをちゃんとクリアしてくれた署名運動は、本当に大きな功績があったと思います。一方で、小泉がね、 住民監査請求したっていうことについても、それも市長を追い込む一つの手段だったと思います。で、11日に、まあ、これがとどめだと思いますけれども、あんだけ大きな大きな会場に、三、え、百、ー、300人近くの市民が来て、住民説明会を聞いたと。そこで、反対の意見がね、大勢を占めたということが一番大きかったと思うけれども、こうやって市長は追い詰められていったんですよ。 だから小泉は、前から言ってる通りね、あの、住民説明会の前から言ってる通り、いや、一番苦しいのは小木原健二さんだと。追い詰められているんだからだからみんな手を緩めちゃダメだって言い続けてきましたよね。だからその結果がここに来てるんですよ。だけどね、ここに、ここにいたって、そんな追い詰めたってダメせえみたいなことをさ、倉野さん、後から来て言うのは、いかがかと思いますよね。そう,う今までやってきた方の努力を、 きちんと評価して差し上げることがまず先じゃないですか。本当にあの、8000を超えるね、署名を集めてくださった、えー、子供を守る会、本当にありがたいと俺は思っています。で、画面共有していきますね。うんうん で、さらにさらに、倉野さんの、タストさんのブログですけども、これ結構面白かったですね。2月25日、発想の転換をとの新提案ですが、まあこれ新提案って言うけど、提案できない提案で、まあ一種のていうかね、思考実験というかお、お遊びって言っちゃいけないな。あの、こんな考え方もあるよね、くらいのお話として、小泉は面白く読ませてもらいましたけども、これがね、あの、役所はこのまま遊園地廃止の手続きを進めたらいいということなんだそうです。 えっと。で、廃止した上で新たに設置するんだよと。まあ、そんな、そうなここはあんまり大した話じゃないんですけれども。でね。ここですね。俺が面白いと思ったのはここなんですよ。所管家がバラバラになって対応したから話がおかしくなった。これは本当にそうなんですね。この方は案外よくわかってると思います。 この方っていうのは倉野さんのお知り合いの愛さんという方らしいですけども、行政経験者ですかね。だからこれからこの件に関するプロジェクトチームも、それも町内で職員を公募して、市長直轄で対策に当たらせるんだということです。 で、今までは移動で当て職になった職員が人気なよとりあえずを税としていわばバーテイ的な対応を重ね、結果抜本的な解決に至らなかった。だから今後はやる気のある職員を配置して職員が自発的解決を成し遂げるよう、仕向けるこの取り組みはこ,ういうこの遊園地問題にとどまらず、今後の事態運営、職員体制の正正非正規を占うことにもなると思うよとのことでしたと。うん。 で、遊園地を存続させるべきだからこそ廃止手続きを進めよう。どっかの場面で、ひできてみたいと思うところですと。だから、議会で質問しないんだね。<laughs> まあ、できないわな。遊園地一旦廃止して存続したらどうですかとか、何その質問ってことになっちゃうか。まあ、お話としては面白いけども。で、この、町内でね、この青木島遊園地を所管するプロジェクトチームを町内公募で、 職員、まあ若手でしょうね。募って当たらせるっていう発想は面白いと思います。面白いけれども、まあこんだけこじれた問題に、あえてね、手を挙げる機会のある職員がどのぐらいいるかってことですよね。あの、いてくれたら面白いなと思う。まあ、あの、町内工部かけてみていなかったら選抜でね、やるっていうのも一つの方法かと思いますけれども、まあそれにしても、よし、やろうとか、よし、 チャンスだとか出世するぞみたいな風に思ってくれるかどうかね。貧乏口引いたなとかさ、そういう風に思われちゃえばいけないよね。まあだけど一つのやり方だと思いますよ。で、小泉が言ってるじゃないですか。あのー、やはりね、これ地域と行政で体制を組んでね、や,やっていかないとうまくいかないと。で、これですよね。 で、やっぱり、その行政側っていうのも、一つの円をね、サークルを作っていくべきだと。で、こっちはクレーム対応の専門チームを作っていくべきだよねっていうことで、えー、警察とか、あるいは、法律家とかね、で、法務局とか、主任児童院とか、そういった方々を中心として、クレームに対応していく体制作りをやっていかなきゃいかんだろうと。 いうことも小泉は申し上げてきています。で、一方で、地域、その公園をね、ステージとした、えー、なんていうんですかね、ローカルルールを作るような、運営体制を作るような、サークルも作っていかなきゃいけない。だからね、こういうことをやるっていうと、やっぱり、それこそプロジェクトチームを作って、最初はね、立ち上げまではやってみるっていうのも、一つの方法かもしれないです。面白い発想だと思いますね。 うん、まあ、それにしてもね、あのー、市長がね、ここまで考えてるかってところなんですよ。どうも市長が考えてるのは、その施設をね、どうするかっていうところで発想が止まってるような気がするんですよね。その送迎どうする、車の音どうする、子供の音をどうする、児童センターどうする、遊園地どうする、学校どうする。 で、止まってて、その地域経営。その苦情元世帯を含めて、じゃあこの地域で融和を取り戻していくためにはどうすればいいんだっていうところに、マインドが向いてないような気がするんですよ。で、それをやるのはね、やはり、子供未来部が本当やるべきなんだけど、全然やってないから、おかしいよね。で、俺も、 えっと、福祉環境委員会とかで発言してるけど、全くやる気ないです、今のところ。本当にやる気ないです。だからこれをね、あの、なんとか引っ、張って引っ張ってってやるんだよって、<laughs> 牛の子の鼻をつけて引っ張ってくみたいにこ。ここに来てやるんですよ、市長ってね。<laughs> 引っ張ってくのがなかなか大変だよね。だから、あの、住民監査請求やったグループは、 そういう体制を早急に立ち上げてくださいと。地域と行政で、早急に立ち上げてくださいっていう、そういう性願にしてるわけですよ。な、これね、まあ議会が採択してくれないと困っちゃう。<laughs> 採択してくれた議員、採択してくれなかった議員、手を挙げた議員、手を挙げなかった議員、またね、皆様にお伝えしていこうと思います。さて、さて。 またね、画面共有に戻していきますね。で、今ね、小泉さんは、あの、皆様ご存知の通り、政治倫理審査会っていうものに書かれ、かけられておりまして、まあ、一種の魔女狩り裁判ですなと私は思っていますが、でね、以前も小泉はね、魔女狩りっていうかね、ひどい目に遭ってるんですね、議会からは。で、これは何かっていうと、あの、えっ、ー、とね、こっちから見せてもいいのかなあの、 公費で主演、平成24から28年度、ちくま衛生施設組合っていう事件がありました。で、これを明るみに出したのは小泉なんですね。ちくま衛生施設組合っていうのは、あの、えっとね、長野市とちくま市と、あとどこだっけこれ見ればいいのか。長野市、ちくま市、坂城町で、 構成されていた一部事務組合ってやつで、まあ、これも普通地方公共団体のうちに入ってくるんですけども、そこの議員っていうのは各千曲市、それから長野市、それから佐榊町の議会から選抜されて議員になって議会を構成していたんです。で、あの、送別会扱いだったかな新旧の議員が入れ替わるタイミングで宴会やってたんですよ。で、その宴会に公費が <laughs> 突っ込まれてて、一、えー、人当たり三千円ね。 あの、<laughs> 飲み会のお金を突っ込んで、あの、プライベートな飲み会やってたんですよ。だって、プライベートな飲み会だと俺は思いますよ。で、これは当時ね、新聞でも報道されまして、で、小泉さんがこんなことやってちゃいけないじゃないですかって、唯一その議会で問題視したんですよね。まあ、こんだけいたんですよ。こんだけ。こんだけ税金で飲み食いしてた議員がいたんですよ。当時ね。 で、加藤久夫とさ、鷲沢正一とかさ、こういう懐かしい名前も出てきたりしてますけれども、鷲沢さんは、あれだよね、亡くなっちゃったよね、確かね。で、合計で412,850円。こんだけ税金で飲み食いしてたわけですよ。で、こんなのとんでもねえ話じゃないですか。で、お金返してくださいよっていうことで、あの、生がが出てきたんですよね。 で、声願が出てきて、で、小泉がそれ声願を通すべきだってことで、討論を行ったら、記事とかの発,発言削除を求める動機が共産党議員からアイスエイズへ提出されまして、で、さらに討論に対して共産党の野々村博美が懲罰動議を出してきたんです、ね。これですよね。そういうとんでもないことがあったんですよ。で、不採択とした福祉環境、これだから、あの、市民の、この、 公費の飲食のお金、なんとかしてくださいよって、いう意見書の提出を求める請願は、不採択としたんですよ、福祉環境委員会。まあそりゃそうだよね、だってこれ見てくださいよ、これ。ね。こんだけいるんですよ、こんだけ。で、長野市の中でも、まあ、共産党も飲んでるわけですよ、つまり。あの、前回は飲んでますからね。で、小泉だけはね、 これ、あの、これ、ラッキーだったなって俺はもう、本当に。なんかね、都合が悪かったりで、出なかったんですよ、たまたま。3回ぐらい呼ばれてたんだと思うけど、出なかった、全部。だから、俺、これ言えたんだよね。言えたんだよね。俺、俺も飲んでたら言えなかったんかな。俺も飲んでても、やっぱ言ったかもしれんけども、でもそんなに、 やっぱり突っ込んではできなかっただろうか。この時はやっぱりね、神様が、お前は言っちゃダメだって <laughs> 言ってくれたんだと思う。で、その結果として、お前ら税金酒飲みがあってその金返すよって言い続けたら、懲罰道義ですよ。<laughs> だからね <laughs>、懲罰道義とか政治倫理審査会とか片腹痛いと <laughs>。お前さんたち税金で飲んでた議員のね、 政治倫理審査やったんかいとこんな大問題ですよ。こんな何十人も飲んでてさ。やんないでしょで、まだまだあるじゃないですか。あの、飲酒運転やって、議員辞職した議員もいたでしょで、ビール券とかお金配って辞めた議員もいたでしょそれから何あの、統一協会のイベントと絡んでた議員もいたでしょそれ,からそれから、それから、 あの、本会議中にさ、席立っちゃって、自分の支援者と記念撮影してた議員もいたでしょ <laughs> おいおいおい、そういう人たちは政府で <laughs>、小泉さんがやるとアウトって、それは、恣意的な運用だよね。懲ス道義とか政治倫理に審査会の。で、長野市議会って、 その程度だとすればね、本当に寂しい思いを市民はシェアしないかと思って小泉は心配してますよ。俺はね、別にこんなの、懲罰ドイクだったって政治臨時審査会で、お前、じゃあ辞職勧告決議案だって、か、辞職勧告するからなって言ったって、はあ、そうっすか。あまあ、どうぞ <laughs> っていう感じなんですよ。だって俺が間違ったことしないっていう、そういう確信、確証があるからね。 うん。逆に、あなたたちさ、そんなことやってて、恥ずかしくないのって思うのは逆に俺ですよ。そんな税金で飲んださ、議員の身内かぶって、かぶって、いやいや、絶対、そんな一度飲んだ金は返さないってやって、<laughs> ほんで、その市民間の声願も、不採択、採決しなくて、ほで、俺これ採決しなきゃダメじゃないですか。あなたたち飲んだんでしょ ってやったら、小泉はそういう演説やったら、お前は懲罰道議,議会の品位を汚した。あ、そう、<laughs> そうなんだ。それが議会の品位を汚すことになったら、俺品位汚してよかったなって、俺なんか思うよね。だからね、あのー、本当にね、その、重要性が分かってないよね、青木島遊園地のことについても、公費で飲食して、市民の信頼を失ったことについても、どうやってキャリアをつけていくんだっていう、その、 一生懸命取り組まないじゃないですか、解決に向けて。で、解決に向けた議員はいじめられるんですよ。そういう世の中、直していかなきゃいけないと思わないそういう世の中だと、子供にしわ寄せする社会になってっちゃうと思いません小泉はそんな長野市、したくないから、直していきたい。で、子供を泣かせる社会も直していきたい。どうか皆さん、一緒に直していこうじゃないですか、ということで、今日の配信、終わりです。 お付き合いくださった方、ありがとうございました。今日もね、いい夢見てください。はい、ありがとうございます。